呼び込みが行われます。まずは仙台からです。5番のダニエル・ミラー、さらには8番キャプテンの月野正人。ではメンバー見ていきましょう。バンビシャス奈良です。背番号1番の大塚優斗、スクリーンを使いながらジェイコブセン、ここは高さを見せました。残り時間10秒切っています。7秒、ラキーム・ジャクソン残り5秒、どうするか。オマラが行くか、オマラが行くか、オマラが行くか、いやーここは決めていきました。ダブルチーム気味ではありましたが、選手も激しく動いているが、藤高残り5秒、木村が行くか、時間がない、3秒2秒、藤高、いやー決まりました、スリーポイント。ラキーム・ジャクソン外からスリーだ、これも決まった。立ち上がり非常にスリーポイントのタッチがいい奈良です。笹倉スリーポイントだ、ようやく決まりました。第2クォーター、仙台最初の得点です。ここはスティールからジェイコブセン、ミラー、ジェイコブセン、ジェイコブセンのダンクでした。一つ悪い流れになるとなかなか抜け出せないような、そんな展開にも見えます。笹倉決めていった。ここは金城の手に当たってスティールになったジェイコブセン、ジェイコブセン、これで同点、31対31。ショーン・オマラしっかりと決めます。スリーポイントもあるが、やはり打ってきた、スリーは外れた、もう一度ショーン・オマラ決めました。これで40点、40対39。ちょっとボールがつかなかったが、まだ奈良のポゼッション。ラキーム・ジャクソン、もう一本スリーが連続で決まりました。オマラ、オマラが行く、最後はラキーム・ジャクソン、さらにファールもありました。ラキーム・ジャクソン、ショーン・オマラ、いや振り向きざま。仙台のポゼッション、渡辺が行く、渡辺が鋭く入っていって決めていきました。残り 11.8 秒です。残り3秒、バンビシャスなら仙台相手に勝利を収めました、83対75。